これぞオーブンブレイクっていう感じの編成がランキングに載ってたので再現して解説していきます。おはこんばんにちは、アイルンです。どうもです。というわけで今回使っていくのは黒ニンニク味ですが、今回大事なのは味じゃない。いや、黒ニンニク味のクッキーの味は気になるけど。そう、宝物にご注目。速度を上げるエンジンに、回復生成する地図、復活する赤い玉、これ全部特殊な効果を持った宝物なんです。そして、黒ニンニクは本来それらの宝物が不要で、仮に編成に入れると、無駄に回復したり復活することになって、その分大幅にスコアロスをしてしまうんだぜ。じゃあなぜ今回こんなふざけた編成で、ランキングに入れるほどのスコアを出せているのか。その秘密はこのステージ、竹林特有のギミックにあるんですね。というのも、このステージにあるバネ、これが非常に面白いもので、通常、ステージに置かれてるバネは、利用してジャンプをしたり、逆に、踏むと強制ジャンプのせいで障害物にぶつかったり、そういう、まあそういう使い方もあるよなってレベルのものでしかないと思うじゃないですか。でも実はこのバネには特殊な裏仕様がありまして、クッキーは体力が尽きると、地面に着地し次第倒れるわけだけど、なんと、このバネに着地した際は、強制ジャンプが優先されて倒れた判定にならないんだぜ。そして、体力がゼロの状態でも、バネでポヨヨンとジャンプしてる間は、能力クールタイムは溜まるんです。そう、くるみちゃんくらい察しの言い方はお気づくかもしれませんが、そのバネで稼げるクールタイムと、地図の回復と、赤い玉の延命と復活と、エンジンで走る距離を伸ばし、もう一つ大ポーションを取ることによって、もう一回能力発動ができるんですねー。黒ニンニクは一回の能力発動でのスコアが高い子なので、そのプラス1回で、スコア生成少ない宝物を入れてるのを帳消しにしつつ、通常の宝物よりもスコアを稼げる結果になるんだぜ。能力発動時間が長いのもあって、その分距離を稼げたり、ペット能力も発動しますからね。そんな風にギミックを活かし、延命や復活や回復でクールタイムを進め、もう一回能力発動をする。たまらーん。これがクッキーランの醍醐味なんだぜ。いいですよね、普通はすればするほど、達成感につながりますからね。こういう編成を使ってると上手くなった気がして楽しいのよね。でもまあ他のステージで再現できないし、ランキングでも15位なんだけどね。でも楽しさでは今のランキングの中で実質1位です。強いクッキーを使い、強い編成で走る、こんな楽しい生活はないぜ。クッキー界のターレスだ。そういえば、最近プロがカラオケしてるのを見てて、努力が垣間見えてかっこいいなとか憧れて、自分だったらカラオケで何歌おうかなとか考えてたんですよ。でも自分の知ってる曲は一人で聴くようなのばかりだし、ここはドラゴンボールで行くべきだなと。V 編の OP か ED かわからないけど、僕たちは戦士だったっていう曲、あれ好きで、歌ってみたらめっちゃ声出ませんでした。よく、話せない人も歌なら歌えるみたいな空調あるけど、話せないんだから歌えるわけないだろと言いたい。話せない理由によりますよね。喋ってるところ見られるのが嫌とか、声聞かれたくないとかだと、歌えませんから、残念。残念侍、現代だと煽りに見える。手前も言った気がする。声出すの苦手だから一人カラオケで練習とかってあるけど、一人でそれだけ行動できるなら、声出すの苦手でもなんとかなりますから。でもそれって別に自称コミュ障とかでもなく、普通に声出すの苦手なだけだろうし、勝手にコミュ障だと思って仲間扱いしてるだけなんだよね。陰キャのそういうところ良くないよね。高校1年生の頃、同じクラスの陰キャっぽい子が、思ったより活動的で陽キャだった時の気持ち。陰キャとか陽キャとか、そんなの人の勝手。本当に強いラッパーなら好きなライムで勝つべき。ラッパーって田舎にもいるのかな。田舎住みだけど近所にいないんだよね。水仙も近所に生えてない。ネギと村と水仙の見分けがつかないことでも有名。水仙といえば、水仙は嫌われてるらしい。でも推薦は他の子より勉強してなくて、ずるいって理由で嫌われてるだけらしい。嫌われてると知った時はビクビクするけど、しょうもない理由で嫌われてる場合はホッとするんだぜ。いじめも黒歴史ですからね。こう、いじめをしてる時の顔度アップで撮って、数年後に見せたらみんなやめてくれってなるので。ならないようなやべえやつがいじめをしてるという説もある。ねえ、ほんと。今日ってクリスマスなんだよね。クリスマスとクリスマスイブの違いがわからないんですが、調べてみると24も25もクリスマスで、24の夜から25の夜までがクリスマスらしいんですよ。それで性の6時間ってあるじゃないですか。性欲って嫌われていて、この性の6時間もみんな嫌ってるはずだと思うんですが、なぜかみんな気にせずしてるんですよ。クリスマスになると性欲が強くなるパブロフの犬なのかもしれない。性の6時間にしてないものだけが石を投げなさい。いやまあ、ハロウィンもそうだし、お祭りごとに流されるのは楽しいですが、それでセックスしてるのってなんか、客観的に見るとアホっぽいなって思って、リア充には何を言っても聞かないから、言いたい放題言っていいのもあって、いやほんと面白いですね。人のセックスを笑うな。性的なことって恥ずかしがるくせに、繁栄のためには必要という矛盾。人は様々な矛盾を抱えて生きている。矛盾に悩んだって仕方がない。生きたいように生きるしかないのだから。まあ彼女もできないし生きたいように生きれてないけども、大事なのはクリスマスよりも日常なんだぜ。向き合研鑽していけばクリスマスに素敵な隣人がいるはずだぜ。めんどくさいからいや。おつぶた様でした。クリぼっちの皆さん、おつです。のし